じゃあ、持つという字の説明に行きますね。まず、少し右上がりに持っていきます。この線の右寄りから持ってくるんですが、この長さとこの長さがだいたい一緒ぐらい。で、縦をスタートしますね。右寄りを通ってまっすぐに持ってきて抜きます。そしたらこれはどこの位置から打つかっていうと、この下の線の3分の1、この3分の1あたりからここを同じにして、だいたい下からすくい上げていきます。そしたら、まあ同じぐらいの位置から、まあ、同じぐらいの長さでいいかな。少し右上がり、真ん中を狙って、辺よりもちょっと高い位置から真ん中を通ってきます。この隙間はあまり広くしすぎなくって、上の、この線よりも少し長め、まあ、2倍ほど長くはないです。で、この線よりもまた少し短めで、横の位置を書いたら、この中心のちょっと右横からまっすぐに持ってきて、左の辺よりも少し、下まで来てから抜いてください。たら点はこの横の線のちょっと内側っていうか下に打ってください。